グラム陽性球菌とグラム陰性肝菌のグラム染色像グラム染色とは主として細菌類を色素によって染色する方法の一つで細菌を分類する基準の一つ。デンマークの学者ハンスグラムによって発明された。グラム染色によって細菌類は大きく2種類に大別される。染色によって紫色に染まるものをグラム陽性。 紫色に染まらず赤く見えるものをグラム陰性という。この染色性の違いは細胞壁の構造の違いによる。グラム陽性はペプチドグリ乾燥が厚く、グラム陰性はペプチドグリ乾燥が薄く、さらに外膜を有する。そしてこの細胞壁の構造の違いは、この両者が生物学的に大きく違うことを反映しており、グラム染色は細菌を分類する上で、 重要な手法になっている。グラム陰性菌は、その外膜が、胸膜や粘液層で覆われた構造となっているものが、多く、例外はあるものの、一般的な傾向としては、相対的に病原性が高い。このような構造は、細菌細胞の抗原を隠しカモフラージュするように、働く。人間の免疫系は異物を抗原により、認識するから、抗原が隠されると、 侵入してきたものを人体が探知するのが難しくなる。胸膜の存在はしばしば病原菌の毒性を高める。さらに、グラム陰性菌は外膜にリポタトウ類である内毒素を持っているが、これが炎症を悪化させ、ひどい場合には排血症性ショックを引き起こすこともある。グラム陽性菌は一般的には相対的にそれほど危険ではない。これは、 人体はペプチドグリ感を持たず、従って、グラム陽性菌のペプチドグリカン層にダメージを与える、酵素を作る能力を持っているからである。また、グラム陽性菌はペニシリンなどのベータラクタ向け、抗生物質に対する、感受性が高いことが多い。なお、こういった傾向に対する例外としては、結核菌やノカルジア菌などの放線菌、四条菌などが知られている。 光学顕微鏡を使って細菌の形態を観察することは細菌を同定するための第一歩である。しかし、スライドグラスに凸末した細菌をそのまま観察しても細菌以外のものとの見分けがつきにくいため通常は染色を施すことが多い。グラム染色は2種類の色素を使って染め分ける点では1種類の色素によるものより複雑な染色法であるが その操作自体は比較的良いであり、しかも細菌の大きさ、形状、配列に加えてグラム染色性の情報まで得られる。このため、細菌の鑑別の際にはまず最初に必ず行われる基本的な動定法である。きれいなスライドグラスに新しく分離培養した菌を含む菌液を白金耳などで薄く曇る程度にまつし、乾燥後、 ガスバーナーの火炎中を2から3回通過させて固定する。古い培養液ではグラム陽性菌であっても死んでしまっていて染まらない場合があるため必ず新しく分離培養したものを用いる。クリスタルバイオレットまたは現地アナバイオレットなどの塩基性の紫色色素液で1分程度染色する。この段階では菌はグラム陽性と陰性に関わらず紫色に染まる。 ルゴール液で色素液を洗い流すようにして1分間処理する。この処理で色素が不要化される。1分間水洗した後過剰の水分を除く。95%エタノールで手早く色素が浮き上がってこなくなるまで脱色する。この段階でグラム陰性菌だけが脱色される。直ちに水洗し、風乾する。サフラニン、または 腹神などの赤色色素で1分程度染色する。この処理で両方の菌は赤染めされるが、グラム陽性菌は先に染めた紫色が残っているため変化はない。乾燥後、光学顕微鏡で観察する。グラム陽性菌は小紫色、グラム陰性菌は赤色に染まって見える。新生細菌の細胞兵器これまで、グラム染色性の違いは、 細菌の細胞壁の構造によると考えられてきた。グラム陽性菌の細胞壁が一層の厚いペプチドグリ乾燥から構成されているのに対し、グラム陰性菌では何、層下の薄いペプチドグリ乾燥の外側を外膜と呼ばれるリポタトを含んだ脂質二重膜が覆う形となっている。このため、アルコールなどで処理するとグラム陰性菌の外膜は容易に壊れ、 また、内部のペプチドグリ乾燥が薄いために、細胞質内部の不要化した色素が容易に漏出して、脱色される。グラム陽性菌では、この漏出が少なく、脱色されないまま色素が残る。2015年に、マイケル・ジビル・ヘルムラは、染色に用いられる、クリスタルバイオレットは、細胞質内部まで浸透できず、大部分が、ペプチドグリ乾燥にトラップされると説明している。 グラム陽性菌では、ペプチドグリ乾燥が厚いため色素の漏出が少ないが、グラム陰性菌は、ペプチドグリ乾燥が薄く、エタノール洗浄で容易に色素が漏出、脱色しうる。これは長い間考えられてきた、グラム染色の原理に一石を投じるものであり、注目に値する。なお、元から細胞壁を持たないマイコプラズマや、ファイトプラズマは、グラム陰性である。また、 抗酸菌はグラム不上性を示すが、これは抗酸菌の細胞壁にミコール酸と呼ばれる、老性の脂質が多く含まれているため、水溶性色素の浸透が悪いためである。また、画法を作る菌では、画法の部分は染色されず透明に見える。代表的な細菌について、グラム染色の結果を示すと、以下のようになる。なお、グラム染色法自体は新生細菌以外の、 細胞にも行うことが可能であり、その場合、細胞壁の有無によって染色性が決まる。動物細胞はグラム陰性に、植物細胞や真菌細胞はグラム陽性に染まる。一般的な個細菌は S 層と呼ばれる細胞壁を持つがグラム陰性である。その他、一部のシュードムレーンを持つ個細菌や大型のウイルスもグラム陽性に染まる。しかしながら、 これらは新生細菌の細胞壁合成を阻害するペニシリンなどの抗生物質に対し悲観受精である。ありがとうございます。